はいどうも、デラキラスでございます。さあ今回はですね、ウルトラギャラクシー大怪獣バトルネバーエンディングオデッセイがついに5月1日明日つぶやイマジネーションにて配信開始となります。やっとですよ、待ちに待ったウルトラギャラクシー大怪獣バトルネバーエンディングオデッセイ。いやあれはね、またねおもろいんすよね。いろいろ語りたいというか喋りたいところいっぱいあるんですけれども、まあせっかくなんでね、ちょっとテンション上がっちゃったんで、ウルトラギャラクシー大怪獣バトル関連の底火をね、ちょっと遊んでいこうかななんて思っております。で、まあ、やっぱり、さることながら多分ネタバレを含むお話になると思いますので、またこれからね、見たことないよという方は、まあ、ちょっと、この動画は後でね、まあ、見ていただければいいなと思います。はい。大怪獣バトルも、もう15、6年ぐらい前になるんですか？違うよ。だってゼロが15年って言ってんだからもっとだよ。うわぁ、やっばやばまあそんなこんなちょっといろいろ喋っていきたいんですけど、まずはね、なくてはならない。やっぱ主役のゴモラですよ、ゴモラ。こちらのね、ゴモラの装備。まあ、たくさんゴモラの装備出てたんだけど。今回僕が一応用意したのは、ウルトラ怪獣シリーズのスペシャルっていうところで、なので、B ショップっていうね、通信販売でね、販売されてたんですよね。で、プレミアムバンダイになる前の多分通信販売のショップだったのかな。なんか僕もあんまり覚えてない。ねえ、なんかふわっと買ったんですけど、これがね、重塗装版っていうところで、めちゃくちゃ出来がいいんですよ。めちゃくちゃ出来がいい。あと、そう、ウルトラギャラクシー大怪獣バトルに出てくるゴモラの造形って、すごいね、顔の造形がね、可愛いんですよ。かなり、可愛らしくもあり、ヒロイックな顔つきをしてるので、このね、ゴモラがまさしくね、すごくいい造形をしてるんですよね。はい、ゴモラです。ゴモラです。初代ウルトラマンから大活躍しているゴモラがですね、ヒーロー怪獣になっちゃうっていうところでね、顔の造形見てほしいんだけど、すごいね、ヒロイックな、顔つきというか、かなりこう、愛らしくもありつつ、ヒロイックな、顔つきをしてると思うんですよね。初代ウルトラマンに登場したゴモラとは、全然違う顔つきをしてると思うんですけども、まさしくこれがウルトラギャラクシー大怪獣バトルのゴモラの、とにかくヒロイックで可愛らしい顔つきをしてるんですよね。それから塗装もすごく細かいね。口元な、口の中すごいね。口の中すごいね。このね、この体表ですね。この辺もね、すごくいいです。ゴツゴツとしていて、ね、いい、触り心地がいいね、みたいな。撫でたいね、みたいな。すごくかっこいいですよね。はーい。まあ、初代ウルトラマンだよね。すごくこう、ウルトラマンを苦しめた怪獣が、ヒーロー怪獣になっちゃうというところで、しかも、超神導派なる。ね、今まで見たことない必殺技も繰り出して、戦うね、ゴモラ。すごかったですね。尻尾のある怪獣がこんなに動けるんだっていうぐらい、めちゃくちゃアクティブでヒロイックで、とんでもない怪獣プロレスをしていて、尻尾を用いたローディングアタックとは、なかなか怪獣同士のバトル、まあなかなか動きにくいですし、尻尾もあるしっていうところで、重たいバトルがメインになってくると思うんだけど、大怪獣バトルの怪獣バトルに関しては今まで見たことないぐらいのスピーディーな怪獣プロレスをしてるんですよね。だから、この辺もね、すごくね、見応えがありますね。今までに見たことないような怪獣プロレスをしてるなっていう、印象がね、ありますね。はい。そして、背中なんですけど、背中のこの辺の塗装も細かいですね。それからやっぱりゴモラの、この硬そうな、皮膚っていうのもすごく造形としていて出ていて、これがね、たまんないんですよね。尻尾。これもね、めちゃくちゃ長いです。長く造形されてるんですよね。ここも素晴らしい。このゴモラがね、覚醒するんですよ。こちらはね、ウルトラギャラクシー大怪獣バトルの一期の最終回の方で覚醒、レイモンへと覚醒、そしてゴモラが EX ゴモラに覚醒するんですよね。いやー、びっくりしましたよ。EX ゴモラって、その大怪獣バトルよりも前に発売されたプレイステーション2用ソフト、ウルトラマンファイティングエボリューションリバース。ドゥーンってね。登場した改造ゴモラですよ。あくまでもゲームオリジナルとして登場したゴモラの強化形態、改造形態 EX ゴモラ、改造ゴモラっていうのが着ぐるみとなって
登場しちゃったんですよね。あれは驚きましたね。うわ、まさかリバース、みたいな。あの興奮はエグかったです。で、一般販売品の EX ゴモラは、そのゲームに寄せたグレーのカラーリングなんですけど、今回のこの重塗装版は、着ぐるみ仕様の茶色いね、EX ゴモラのスーツをイメージした色合いなんですよ。なおかつね、この手が大きかったりだとか、目がこう真っ白かったり、こう正気を宿っているのか宿っていないのかみたいな、この辺の恐ろしい顔つきっていうのも、表現されていて、めちゃくちゃ造形がね、いいんですよ。この牙の生え方も恐ろしいですよね。しっかりとこのゴモラのフォルムかっこよさっていうのを残しながらも、全く違うトゲトゲとしたデザインに仕上がっていて、いやー、これね、本当言えばね、EX 高く見たかったな。いや、難しいのはわかるよ。着ぐるみに EX タイロンとどうやってやるんだって言ったら、まあ無理ですよ。ただね、EX ゴムラ、EX レッドリングだけじゃなくて、EX タイロンともちょっと見てみたかったなって。ちょっとね、思いましたね。おっと、話が脱線してしまいました。まあね、とにかく EX ゴムラがね、着ぐるみになって、そしてソフビになって、いや、めちゃくちゃ感動しましたよっていうね、とこなんですよ。しかもだから最終回でね、覚醒するんですよね。だって第一期でさ、散々さ、ケイトの、お姉ちゃんのね、ケイトの、Z と、あとペダン製のキングジョーブラック。黒い、キングジョーブラック。散々からゴモラ、リトラ、アイレキングを苦しめ、すげえ強いんですよ、あいつら。マジで1体でもめちゃくちゃ厄介なのに、厄介なのが2体もいるんですよ、Z とキングジョーブラックっていう。にもかかわらず、覚醒したレイモン、EX ゴモラは、ものともせず、圧倒も圧倒。するわけですよね。あれは気持ちよかったですね。今まで散々やられましたからね。もうこれでもかと言わんばかりにね、やり返していて。あとはこの、尻尾がね、これね、伸縮するんですよ。尻尾伸縮するの、ジュンジュンジュンって。これ、ね、もうね、しっかりと映像作品でね、CG なんかを駆使してね、やってるのもね、感動しましたしね。いやー。たまらんかったですね。いやー、ソフビもすごいね。この背面のこの造形なんかも。めちゃくちゃ迫力がありつつも、体表、この皮膚の造形がすごいですね。たまらないね。うわー、細かいわー。いや、EX ゴモラ出てきたときはマジで感動しましたね。そして、レイの覚醒した姿っていうところで、レイモンでございます。はい。いやー、この姿もね、いや、とうとう出てきたかと、レイモン。いや、めちゃくちゃこれもね、デザインがかっこよくてねー。ただ、このソフビが発売した時って、レイモンって何者なのか、いまいちよくわからない状態で、なんか出てきたような、発売したような気がして、めちゃくちゃかっこいい、ウルトラマンっぽい人出てきたけど、この人何者なんだろうなっていうのが、第一印象だったような気がしますね。今こう、いろいろ全部わかった状態で見ると、あ、しっかりと、このレイブラッド星人の、このデザインをしっかりと受け継いでるんだな、系譜を受け継いでるんだなっていうね、フォルムなんだっていうのもわかりますし、まあ、正体もね、誰だかね、わかっちゃってますし、いや、すごいね、感慨深いですね。頭のこの角のデザインなんかもまさにレイブラッド星人だし、あとはこの肩のこのパイプですよね。この辺なんかもしっかりとこうレイブラッドの、デザインをこうね、踏襲してるのがいいですね。でもまだね、レイブラッド星人の残した、まあ、被害が、ウルトラたちを苦しめてますから。レイブラッドってやつはやっぱりとんでもないやつなんですよね。でもね、ソフビもね、すげえ出来がいいんですよ。足元のこの辺のね、赤いところから、このね、紺色とね、紫のこの色使いっていうのもすごく綺麗ですし、シルバーの塗装も綺麗だね。ネジっぽいような、ちょっと機械っぽいような、こんなね、ちょっとデザインが入っていて、すごくこう、ウルトラマンっぽいけど、ウルトラマンじゃない人、この人は一体何者なんだみたいな。でも、とにかく顔がイケメンみたいな。ねえ、すごいそんなイメージがありますね。かっこいいですよね、レイモンで。とにかく、
顔がいいんですよ。これ顔がいいんですよね。いいもんね。はい。で、横川、いいですね。大怪獣バトルのウルトラ銀河伝説だと、あの、バトルナイザー、ネオバトルナイザーを、あの、武器にして戦ってたりしてね、バトルナイザー武器にもできるんだ、ちょっとね、びっくりしましたけど、あの辺はやっぱ、坂本監督とかのアイディアなんですかね。あれかっこいいですよね。そして背面なんですけど、いや、すごいね。すごいの一言に尽きるね。まあ今はこんな塗装をね、800円とかでやるのは無理ですけど、当時はね、やっちゃってたんですからね、贅沢な話ですよ。すごいね。改めて見ても本当に塗装が綺麗だし、ねえ、よいしょ。いや、言葉が出ないですね。すごいですね、本当に。タグカードもね、こんな感じの二つ折りになっていて、840円ですよ、840円。ねえ。まあこれでもね、当時は600円とか700円とかの時代もあったから、840円結構高くなったなーっていう印象はあったんですけど、今考えると840円でこれ買えてるとか贅沢すぎんだろうみたいな、ね、気持ちになっちゃいますよね。お、タグの裏側も書いてありますね。レイマン、ウルトラギャラクシー大怪獣バトル登場。その正体は謎に包まれているが、絶対無比な能力を秘めていると言われる謎の宇宙人。ものすごいふわっとした書き方だ。銀河宇宙で繰り広げられている大怪獣バトルにも多大な関わりを持っている。めちゃくちゃふわっとした書き方だ。大怪獣バトルを終わらせた張本人と言っても過言ではないですからね。はい。なんかすごい一気の振り返りみたいな感じになっちゃった。本当は大怪獣バトルネオの話もしたくてソフビも用意したんですけど、結構いい時間になってしまいましたね。まあこれで終わるのもあれなんで、最後にもう一体だけ紹介しましょうか。赤きゴムだ、レイオニックバーストー。はい、というところでねえ、レイオニックバーストのゴモラでございます。さあ、こちらがですね、ウルトラギャラクシー大怪獣バトルネオ、ネバーエンディングオデッセイにて登場する赤きゴモラ、レイオニックバーストなんですよね。真のレイオニックスバトルがね、まあ、ここで始まってしまいますから。一期の大怪獣バトルって、ある意味プロローグじゃないですけど、本当に序盤も序盤だったので、ネオになってから、ようやく、レイユニクスバトルが本格的に始まって、物語が大きく動くので、まあ、その中に登場したこの赤いゴモラっていうのもすごく印象的なんですけど、もうレイが自我を失って、暴走状態になっている。そしてゴモラも暴走状態になってしまったっていうね。もう理性を失ってしまったレイの、レイモンバーストモードの、あの狂気じみたアクションっていうのは、すごく脳裏にね、焼き付いてますよね。いやー、この赤いゴモラもね、これしかも一般販売ですからね。さっきのゴモラ2体は重塗装版っていうところでね、通信販売だったんですけど、これは一般販売ですからね。お腹の塗装とかめちゃくちゃすごいでしょ、これ。ね、こんな感じで結構金なんかまぶしてあって。造形もね、いいんですよ。ほんとにこれ。見てくださいよ、これ。顔つきいいでしょ。この凛々しいお顔がかっこいいですね。ただまあ、びっくりしたのは、このレイユニックバーストを理性の中で抑えて、ゴモラの強化形態になってしまったっていうところちょっとびっくりしましたね。もう完全にやってることウルトラマンのヒーローですよね。ゴモラの強化形態、パワーアップ形態。いやー、この肉感がたまらないですね。ゴモラのこと肉感がたまらないです。はい。そして、ちょっとこうカメラ越しだと真っ赤っかな、すごい明るい赤な感じに見えますけど、実際見るとね、まあ、朱色というか、ちょっと落ち着き目の赤で、こう、黒くこう、ファッファッファッと汚しじゃないですけど、塗装もしてあって、要所要所こう、黄色いね、こんな感じの塗装なんかもしてあって、単調な赤にならないように、めちゃくちゃ細かく塗装をされてるんですよね。腕のこの辺のシワの造形とかも、すっげえ細かいね。すっげえ細かいね。タグカード、ウルトラギャラクシー大怪獣バトル、ネオ登場。
古代怪獣、ゴモラ、レイオニックバースト。ね、書いてありますね。顔つきがやっぱね、可愛いですよね。ネバーエンディングオデッセイになると、よりなんかもっと可愛らしい顔つきになってる気がするんですよね。はい、ということで、今回は、ウルトラギャラクシー大怪獣バトル、ネバーエンディングオデッセイ、明日、つぶらやイマジネーション配信ということで、大怪獣バトル関連の、ゴモラのサフビ、レイモンのサフビを、ちょっと遊んでみました。で、まあ、やっぱりこれだけじゃ終わんないですよ。これはあくまで序章ですよ。遊びたいソフビ別にあるんで、また喋ります。思い出話に花を咲かせたいと思います。はい、ということで、以上、デラキナスでした。それでは、バイバイ。